チャンネル66。What's up 66人です。今回の動画は非常に問い合わせの多かったフルカウントの30周年記念モデルの対戦モデルですね。こちらのジャケットのサイズ感の動画をお届けいたします。前回このジャケットのね動画を YouTube で動画を上げたところ、このリジットの状態で僕が着用していて、でお客様からこうサイズ感がちょっとわからないなって、わかりづらいなっていう問い合わせが多くありました。そこで今回はこのリジットの状態、この未洗いの状態でどのサイズを購入すればよいのかっていうところを少し解説と、あとこのねまたリジットをね着用して、まあそこからどのぐらいの縮みが入るかなっていう感じで着用したところの動画をお届けいたします。そこでこのリジットの状態、未洗いの状態でどのサイズを購入すれば皆さん普通のジャストサイズもしくは自分の気に入ったサイズで着られるのかっていうところの解説と、まあ、またこのジャケットをリジットで着用してみて、その状態からどのぐらい縮みが入るかっていう感じをこう想像していただけるように着用しますので、そこをお届けいたします。こちらが30周年記念で発売された限定モデルですね。で、実はこちらが普段ね、定番のファーストモデルとなります。はい。品番がですね、こう見てみると、2107WX です、こちら。こちらもね、2107の品番なんですよ。形というか、こう、縮み具合っていうのは近いんじゃないかってね、僕的に若干予想されます。はい。形は、まあ、対戦モデルなんで、少しずつ、ディテールとかもそうなんですけども、このサイズ感って違うと思うんですけども、でも、洗いをかけた時に、まあ、このリジットの状態でガンガン着ていただいて、最後に洗いかけた時、もちろん、この状態から洗いをかけて、着込んでいく場合ですよね。その時のサイズ感ですね。こちらの感じに近くなっていくんじゃないかと思います。ということは、ここに38っていうサイズが書いてあるんですけども、縮んだ時のサイズ感がここに表示されています。今の状態で38のサイズっていう形ではないんですよね。なので、縮んだ状態で38になる、という感覚で、考えていただいたらよろしいかと思います。はい。で、まあね、最初に言ったように、まあもちろん、こう、対戦モデルなんで形が違うので、もうこれがこれになるよっていうことではないんですよね。ただ僕の予想の範囲的に、これをワンウォッシュかける、ね、洗いをかけた時に、このサイズに近くなるんではないのかっていうことですよね。で、ただいまね、僕のね、お店の方にはこのタイプ、ね、が38のサイズがありますんで、こちらの方もね、着用して、雰囲気的にこのぐらいになるんじゃないかっていうところを、着用して見ていただきます。もちろんこのリジットの方もまた着用して見ていただきますので、よろしくお願いします。それでは一度ね、このね、定番の方の品番2107の方を重ねて、こちらの方でどのぐらいサイズ感が違うのか見ていただきましょうか。こちらね、リジットノンウォッシュの方ですね。はい、肩ですね。どうでしょう、片方合わせてもこちらから、まあ今、ハンガーかかってるんで、平置きではないんですけども、3センチほど縮んでますよね。はい。で、横幅も、横幅結構あるかな？どうだろう？よいしょ。横幅もそうですね。こちらに合わせてみると、この片面だけで3センチ、2、3センチちょっとあるかな？うん、ぐらいですね。がこちら大きいですね。で、丈感も、まあ、ちょっとね、かかってるんでね、やりづらいんですけども、そうですね、同じぐらいちょっと短くなっていますね。はい、袖はね、さっきもちょっと見たんですけども、そんな変わりがないんですよ。はい、袖はあんまり変わりがない状態です。なので、一概にこれがこれになるってわけじゃないと思いますが、おそらくこのぐらいのサイズ感になると思います。はい、これリジットのね38を着てみました。まずこのサイズ感見てください。はい、まあパキパキ感があるんで大きく感じますが、そこまでこうサイズ感大きくないイメージもあります。これで縮みが入ったらちょうどのサイズ、もしくはちょっとちっちゃくなるんじゃないのかという感じに思いますね。
はい。まあでもこう、リジットでね、着込んで、後で洗うっていうのも一つの手だと思います。はい、こちら。4時のサイズを着てみました。やっぱりね、ちょっとね、腕ぐりも太めに感じるし、はい、大きさがちょっと目立ちますね。ただ本当に、生地的に、もうガサガサなんで、こう、着た感じは、リジットで着た感じは大きく感じます。はい。袖もね、これまあ短くはなるんでしょうけど、しっかりありますね。で、どうでしょう？大きさ的に皆様わかりますでしょうか？はい。これでまあ縮みが入れば僕だったらちょうどいいのかなと思います。はい。こちら、42のサイズ着てみました。ね、大きいですよね。はい。ね、まあ洗い入れて、今ね、流行りのちょっと大きいサイズ、オーバーサイズで着るっていう感じなら、肩も落ちてきていいのかもしれませんね。はい。まあ多分洗い入れれば僕も使えるサイズだと思います。はい。こんな感じですね。手もちょっと長めで、はい。丈も長めですね。もう音がわかると思いますが、ガサ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 っていうぐらいの長さですね。でもこれがっつり着込んで、洗い入れて、で肩落として着てみたいっていう感覚もございます。僕で、体型が170センチ、体重が70キロぐらい。で、こんな感じです。はい、こちら、2107、フルカウントの定番の方のジャケット、ね、ワンウォッシュとなります。まあ、このサイズまでに縮むとは限りませんが、一応参考までに着てみました。はい、こんな感じですね。38のサイズなんで、このぐらいの、ね、まあ、M のサイズですね、普通で考えたら。はい、このぐらいのサイズ感ですね。ちょっと細身になっております。僕ではちょっとね、まあ、ヴィンテージ着てるって感覚ではいいんですけども、もうちょっと大きいような気もしますね。はい。そうですね。これだともうジャストサイズ。でも、やはりこのぐらいになってくる可能性があるということで、これを紹介いたします。このジャケット、リジットでの発売しかないので、なかなかこうね、サイズ感伝わりにくいかと思いますが、まあ、今回の動画で少しでも伝わっていただければ嬉しいかと思います。もし欲しいなと思う方が見えましたら、数に限りがありますので、お早めにご購入、ご検討ください。購入リンクが動画概要欄の方にあるので、よろしければそちらをチェックしてください。今回のような、この皆様にね、ためになるような動画をこれからもお届けしていきますので、またぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。また見てね。